い、どうもひかりやでってことで、最終日の朝ごはんはミョンドンにあるホゴンサムゲタンに来ました。ここの2階です。このビルの2階にあります。では早速今から行ってきたいと思います。やば。チキン柔らかくて美味しい。ここに塩入れます。さらに美味しくなったんやけど、塩の旨味やばい。ご飯美味しい。ご飯めっちゃもちもちして美味しい。ついてんねんけど、まあ、食前、食中、食後、いつでも飲みくださいみたいな感じで、酒無理やから飲まれへんけど、匂いめっちゃ人参なんやけど、まあ
んなはぜひ飲んでみてください。体にいいと思う。続いておかゆ、アワビがゆ。おいしい。この韓国のりがめっちゃアクセントやわ。めっちゃおいしい。味はあっさりやねんけど、トロトロしてて濃厚。これはマジでおいしいわ。キムチとよく合う。キムチ辛い。イカのキムチめっちゃ美味しい。イカのやつが気に入りすぎてやばいねんから。めっちゃ美味しい。おかゆに超絶合う。ごちそうさまでした。コボンサムゲタンめっちゃ美味しかったです。でサムゲタンもおかゆも初めて韓国来た以来食べてんか、余計に美味しく感じたと思うねんけど、濃厚でお米ももちもちしてたし、ほんで味もな美味しかったんやけど、で中にあの高麗人参も入ってた。あとキムチな、キムチ美味しかったんよ。なんか薬膳の味もして、なんか他のお店のキムチとは違う感じの味で美味しかった。まあ、あとはねイカのキムチとかザクザクに切ったキムチとか、あとお肉もあってんけど、それも全部美味しかったです。まあどこのお店はミシュランにも選ばれてるから、もう他のサムゲタンはサラサラしてんねんけど、ここはなんか濃厚でめっちゃ美味しかったです。皆さんもぜひミョンドン来た時はコボンサムゲタンに来てみてください。では今回も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ほんならね、バイバーイ。